コメントしてー。熱っ。こんにちは。やっほー。メール送ったよ。メール送った。何通届いてる？今。メール何通届いてますか？ゼロ。それは私のメール取ってないだけでしょう。昨日の公演見に行きました。ありがとうございます。いつ届いたのか。初見です。ありがとうございます。パジャマかわいい。ちょっとアイロンかけてないからぐちゃぐちゃなんで。ちょっと見えそう。今日もかわいい。ありがとうございます。寝起きじゃないよ、普通にメイクしてるもん。寝起きの配信なんてめったにできない。前髪伸びたんだ。俺の痛かったそっくり。絶対嘘やん。昨日から昨日、今日、明日、明後日、し明後日、その次の日、その次の日、7連勤か。みんなは何連勤目？クロス何使ってる？リップ、クレヨンリップ使って上に普通のグロス使うことが多いよ。ゼロ連勤目。働いてー。10連休12連勤カニやー一番推してる。ありがとう。エチュードハウスの新作めっちゃいいで。エチュードハウスな、この2本なら持ってる。ブルーグロスとこの2本なら持ってるよ。エチュードハウス、あとはエチュードハウス、これ昔友達にもらったやつたまに使う。てか今日このやつ使ってる。これはでもあんま私エチュードハウスの匂いがあんま好きじゃない。甘いさ匂いが好きじゃなくて酔って気持ち悪くなる。だからこれね、エモダとかもね持ってるんだけどね、色はいいんだけど匂いがちょっときついんだよね。だからサンローランのやつとかちょっと匂いが
匂いあるやつめっちゃ無理なの私。うん、甘いの酔うから無理。いちごとか絶対無理、酔っちゃう。今日新潟涼しいな。まあまあ普通かな。RMK はこれ。ディオールはこれ。流行りの青みピンクみたいな。RMK の濃いやつ出るよね、新作に。アナスイも、うん、アナスイもちょっと厳しいかも。うん、RMK めっちゃ好き。しかもあのさ、ふさふさになってないのが好き。塗るところが、塗るところがテレンテレンになってるから好き。筆みたいなやつ嫌やねんな。他の色混じっちゃうから。つい。あー、錬金頑張らないと。あ、新しい化粧品ゲットしたよ、うん、これもうほとんどないけど、これお気に入り。このシャドウ使ってる。充電ない。ちょっと危なかった。ちょうど切れてたんだね。あやかにが事故ったと思ったところ。おパンツ見えてなかった？めっちゃ今下汚い。カトミナからもらったやつだよ。メディキュットみたいな。変わってな。それはおもろい。見えてなかった、よかった。まだめっちゃ短いやつ履いてるからすぐ見えるんだよねこれ。パンツ見えてなかったらいいわ。下着見えてなかったらいい。暑っ。暑い。今日待って、めっちゃ暑い。アイロンしたから余計に暑いかもしれない。もう本当に暑い。あ、やばい、充電ない。うん、充電ないんだけど、この家。もう電気通ってないわ、絶対。うん。初見です、ありがとうございます。めっちゃ暑い。うん、本当に暑い。アイロンしたからだよな、余計に暑いわ。暑っ、本当に暑い。アイス食べたい。うーん、新潟から見てる私も初めて来て、ありがとうございます。アイス食べたいけど食べない、絶対。
カクカクしてる方がいいわ。もう今日はダメだ。今日はダメな日だ。今日はダメだから、ちょっとあと1分で終わる。もう電波も悪い。暑い。錬金に行かないといけない。3点セットが揃ってます。みんな暑いか？暑いよ。お仕事頑張ってね。頑張る。7連勤か。まだ。ああ。みんなも仕事頑張ってね。7連勤頑張ります。でもほんと休みないとき、1ヶ月休みないときとかあった。休みの日はほとんどレッスンみたいな、そういう日もあった。うん、すごいよね、1ヶ月休みないみたいな。まあでもレッスンとかなら午後からだから、午前中は何もないけど。みんなも仕事頑張って。あやかにも今から仕事だから、今日仕事2個あるから、今から錬金頑張ろう。出勤の準備するわ。みんなバイバイ。勉強頑張ってね。バイビー。